この度はチームゼロデッキを応募してくださった隼人くん、優勝予想してくださった皆様、本当に申し訳ございませんでした。ちゃんと頭ついてるね、大丈夫ね。ちょっと何があったのかご自身の口からですね説明してもらってよろしいでしょうか。次世代ワールドホビーフェアのオンラインでデュエマの大会に呼んでいただいたにもかかわらず、まさかの1回戦負けし、収録が2日間あるにもかかわらず1日目で用なしとなってしまったこと、大変申し訳ございませんでした。優勝者予想でもですね、多分川さんっていう予想が一番多かったんじゃないかな。あと川さんが負けた瞬間の現場の空気半端なかったですからね、もうあれみたいな。下川は下がガヤで川さんがもう勝ち上がるんだろうなみたいな感じだったのに、千秋めっちゃ優しかった。めちゃめちゃ気遣ってくれてたね。準決勝決勝はガヤとして頑張らせていただきたいと思います。まあね、川さんはねこういう風に言ってますけども、まあ、私下はですね、なんと準決勝まで勝ち上がっておりまして、ベスト4に残ってるので、あと2戦あと2勝すれば優勝、もううちが優勝するのなんてもう2年前の店舗代表戦以来ですから。そのうちのデッキを送ってくれたのがリスナーの子やってんけど、そのリスナーの子のパパとかそのお友達とかがすごい、もうその子のためにも頑張ってみたいな、うちにすごいリップをくれたんですよ。だからもうね、絶対何としてでも勝たないなと思っております。今日1時からワールドホビーフェアオンライン、一応しもとかは2人とも出演はしますので、ぜひよかったら遊びに来てコメントよろしくお願いします。頑張ります。川さんはガヤを頑張ります。ほんまそれしか用事がない。いつもと逆。